デビューだデビュー2点送るです、はい。というわけで今日の1冊目はですね、来ましたよこれが。またポストモダン文学に手を出した、王子が大好きポストモダン文学。というわけで今日の1冊目はリチャード・パワーズさんで舞踏会へ向かう3人の農夫です。はい、向かう3人の農夫、なんだかよくわかんないけどもね、本当に自分で言ってたってよくわかんねえなって思うんだけども、あ、舞踏会へ、あ、お話が舞踏会へ農夫3人が向かうってお話ですね本当に。あ、でもね、そう単純じゃないんだこれが。これが最初にさ、プルーストの引用かなんかから始まってんだよ。いきなりプルーストが物語というのはなんたらかんたらでみたいなところ始まっていくわけ。なんの、もうプルーストってやっぱ友達ですからね、僕の。わん、プルーストのことなら俺が一番よく知ってると。ジャン・サントユーから読んでる男だしね、それこそ批評だって読んだんだから、なんだって手紙まで読んだんだから、書簡まで読んだんだから、プルーストのことなら何でも聞いてくれって思ってるから、どれって言ったら、最初にさ、なんか1920年代だから40年代ぐらいのさ、男の話から始まるんですよ。でこいつがなんか自動車工場だかに勤めるなんかエンジニアだかなんだかだっていうわけよ。でそんでその男がなんだっけ、デトロイトかなんかに着いて、で美術館に入ったら写真が飾ってあったっていうわけで、その写真が舞踏会へ向かう3人の農夫ってタイトルだったか分かんないけど、男3人が写ってる写真だっていうわけで、この写真すごく気になる、この写真何なんだろうってなったら、今度その3人の写真の男たちの話になるんですよ。でまさにその3人がなんかどっかに向かって歩いてるところの描写になるわけ今度。だから年代とその国も変わるわけね、いきなり。で最初アメリカだったのが次ヨーロッパの話になるんですよ。で舞踏会に向かう3人の農夫がこう、まあ、この3人はまあ今日そのうちの2人兄弟で、そのうち2人はなんか年齢不詳のなんか変な男だなつって、その3人に写真撮られてみたいなところの話の後に、今度いきなり1980年代の話がビュンと飛ぶわけで、そこですごくね、なんか証券会社だかなんかこう雑誌社に勤めてる男だったかな、仕事俺はちょっとよく分かんなかったんだけど、その男がなんかパレードを見てて、なんか赤毛の女の子に一目惚れするんですよ。でその女の子を追っかけようっていう男の話と、この3つの話がこうバラバラにこう展開していくっていう話で、でそのうちこの3つが実は一つのこう共通点を持っていたってことが、まあ読み進めていくと分かっていくっていうお話なんですけどね。これが難しい難しい、本当に太刀打ちできないんだほとんど。でさ、ポストモダン文学っていうのは、まあそれこそドン・デリーロだとかさ、まあこれで読んだ、まあよく読む、まあピンチョンだとかですよね、まあ僕らが知ってるのは。でそういう中でまあ多少の免疫ってのがあるから、まあまたどうせ小難しい話をするってことだけはもう最初から分かってたわけ、ポストモダン文学って言われた瞬間に。でもうその割とさ、馴染みは馴染みなんですよ。それこそ V とかもそうだったんですけど、まあ国なり、まあ、そういったところでいろいろこう話が前後して飛んでいくわけですよね。いろいろ V っていう一つのキーワードを元にしてね。だからまたその最初デトロイトのまあところから始まって、次ヨーロッパだってなった時に、ああやっぱりと思ったわけ、いや絶対そうなると思った俺と思って、次80年代に飛んだ時もやっぱりなと思ったわけよ。もう知ってるもん、もう絶対だってそういう風にしたいじゃんって思って読んでたのってね、と思ってて難しいんだよ。ですごい柴田元幸さんって、あのよくオースターとかポール・オースターとかの翻訳やってる、あのほら村上春樹と一緒によく翻訳やる人だけども、その人の翻訳だから、まあ、読みやすいかなと思ったんだけど、まあ、さっき言ったように難しくてうーんと思ってたんだけど、これが途中でさ、よく俺が言う言い方するけども、批評入るんですよ。またあのそのデトロイトの男の話っていうのがほぼ批評で埋め尽くされてるわけで、そうするとサラ・ベルナールという女優がいたって、ヨーロッパには昔とか、ニジンスキーという男はとかって、そういうまたヨーロッパの歴史をバーッと喋るわけよ。だからこの小説ってのはどういう小説かっていうと、20世紀のその人類の、まあ、その近代のこの歴史をまあ辿ってるっていうお話だっていうわけよね。ある程度の西洋の歴史を辿ってる小説だっていうわけ。そうするとまあそうなってくると、サラ・ベルナールだ、ニジンスキーだ、まあそれこそまあ第一次世界大戦ぐらいの話ですから、当然まあナチスのね、そういうちょっと影が出てきてみたいなところもちょっと話の中で入ってくるというところの話になってくるとさ、この批評が入ってくるのが俺好きで好きでさ、本当に。だから
その文学ってそのすごい形式としてすごいスタイルとして自由な時にすごくゾクゾク来るってまあよく言うんですよね。だから前に紹介したバージナルーフのオーランドっていう本も僕大絶賛したじゃないですか。あれ本当にこういう話待ってたんだ俺はつって言ってさ、だからねその批評がかっこいい、よかったんですよねすごく。で小説で一応その登場人物が批評してるっていうまあ体ではいるんですけど、これもうほぼリチャード・パワーズさんが批評してるっていう解釈でも成り立つと思うんですよね。でリチャード・パワーズさんはこれもう初めて書いた小説で、もう自分の知ってることどうせ売れねえ本だと思ったし、どうせ誰も読まねえと思ったから自分の知ってること全部叩きつけてやったっていうわけよ。だからもうさ、もうすごい結構二段構えで結構ボリュームのある本なんだけども、その批評のところとでつって言ってまた登場人物があくまで語ってるっていうなってくるとさ、なんかそのリチャード・パワーズさんって人がその小説の世界の中にグッて入っちゃったみたいな感じですね、一つのその世界の中に。で僕も当然読者ですからって途中で言うんだよな、なんか批評で、つまりその本ってのは読者の責任ってこともあるんだみたいな話になってくるわけで、これ僕すごく好きですよやっぱり。やっぱでまあこれ矛盾するんだけどもね、伊坂幸太郎みたいにいつも言うけども、てめえの本つまんねえバカって一言言うのもありだし、でも分かんねえのは俺の責任だって、これ伊坂幸太郎以外の作家の話してるんですよこれね。で分かんねえの俺のせいでもあるかっていうような、この俺とその作家で作り上げるものだっていうような感覚もあるわけ、同時に文学ってものに対して、文学以外もそうですけども、なんかこの批評が入るのすごく好きだったのとさ、批評が入るといえばですよ、パッと思い出したのがさ、なんとかタニブレスキーでしたっけ、あの人が書いた使用の家って僕の大好きな本がありますけどもね、使用の家、まあ、使用の家もっとエンタメだけどね、使用の家俺の解釈ではエンタメの小説だけども、なんかそういう感じとってもいいんでね、なんだろうな、再読に耐えうる本だと思いますね。ポストモダン文学の特徴かもしれない、それはやっぱ一見するとまあそうだな、まあピンチョンのバインランドみたいにパッと読んで分かったっていう時もあるけども、なかなか僕みたいにない頭で読むと分かんねえやってなること多いんでね、ポストモダン文学はね、まあ2人ぐらいしか読んでないけどもね、あのなんでね、まあ2、3回、3、4回、5回目とそれこそスルメのような本だというふうに思いましたね。これはやっぱりまあいい本ってのはそうなんだろうな、何回読んでも面白いっていうのがあるんだと思うんだけどね。まあだから読み応えはある本だってことは絶対保証しますんで、ぜひぜひですね、まあ図書館なり、お近くの純駆動ですかでちょっと手に取って読んでいただけたらなと思いますね。はい、というわけで今日の一冊目はですね、リチャード・パワーズさんで舞踏会へ向かう3人の農夫でした。